こんにちは、カオルンです。今日はですね、なんとクラウドファンディングで売上目標の140倍をね、達成しました。最新の完全ワイヤレス骨伝導イヤホンがお家に到着しましたので、こちらを紹介していきたいと思います。それがこちらです。ドン！ボコーさんのピース SS1 でございます。イエイ！ボコーさんはですね、骨伝導をメインとしましたイヤホンとかね、スピーカーを作ってる会社さんでございます。2015年設立ということでね、まだ新しいね、会社さんなんですけれども、骨伝導をね、活かした完全ワイヤレス、左右が独立したね、イヤホンっていうのはね、アンビーさんなんかがね、有名なんですけれども、実はね、このボコーさんがですね、その生み出しの親ということでね、とってもね、新しいものを提案するっていうのにね、こう、特徴とか強さを持ったメーカーさんだと思います。僕がこれまで紹介してきましたながら聞きイヤホン、ソニーさんのリンクバッツとかショックズさんのオープンランプロ、ここら辺とね、比較しながら今回のボコーさんのピース SS1 紹介していきたいと思います。それではまずは基本スペックから見ていきましょう。はい、まずは基本スペックですね。値段がね、21,780円となっております。色はね、ブラックとホワイトの2種類に、ね、なっているんですけれども、ブラックに関してはすでに一般発売がされております。ホワイトに関してはね、9月発売というところで、もしかしたらね、これから発売という感じかもしれません。続いてね、ここが今回のイヤホンの特徴でございます。構造がですね、イヤーカフ型のね、構造をしておりまして、まあ耳にね、かけるような、ちょっと引っ掛けるようなね、感じの形になっております。なので圧迫感を軽減、長時間利用が可能となっております。次にここも大事ですね、音です。今回ですね、ボッコーさんは最新の純骨伝導技術を採用しておりましてね、とっても高音質にね、音楽を聴くことができます。コーデックはですね、 SBC と AptX アダプティブということで、 AAC がね、ないんですよね。通話品質はクアルコムね、最高レベルのノイズキャンセリング機能を備えたマイクを使用しております。 CVC8.0 というマイクになっております。充電ケーブルはタイプ C を採用しております。今回ね、タイプ C を採用ということで、急速充電も可能になっていまして、なんとね、10分充電しただけでね、4時間使用することができます。4時間ね、使用できるんだったらね、朝ね、充電忘れた時もちょっとね、10分充電してね、1日使うこともね、できると思います。IPX は7ということでね、これもね、水洗いできるんじゃないかな。他のね、ながら聞きイヤホンだとね、結構 IPX4 ぐらいでちょっとね、こう水しぶきが当たるぐらいでね、大丈夫って感じなんですけど、これもね、後でね、実際に洗って見てみましょう。はい、ズームして皆さんと一緒に見ていきましょう。まずケースの全体ですね。こちらね、見ていただくと結構ね、白色のね、ピカピカしたデザインとなっております。画面だと少し見にくいかもしれませんが、この白のね、中にピンク色のラメも入っておりまして、近未来的なね、デザインとなっております。中のイヤホンもですね、同様のデザインとなっております。指紋は目立ちはしませんが、結構ね、つきやすいかと思います。ケースに関してはね、結構重めなんですけれども、イヤホン本体は本当にね、軽いです。硬さは結構あるんですけれども、同時に柔らかさもあってね、これだったらね、つけててもね、全然痛くなさそうですし、長時間ね、つけられるかなといった感じでございます。さあ、最後に付属品の紹介をしていきたいと思います。こちらね、見ていただくと、まあ、骨伝導イヤホンということで、イヤーピースはないんですけれども、充電ケーブルはタイプ C なんですけれども、これがね、結構良くて、長めのね、ものがついてるんですよ。これが個人的にめっちゃいいなと思いまして、電源が遠かったりした時に引っ張ってきてね、手元で使うことができると思います。あとは説明書と、ケースとなっておりまして、非常にね、シンプルな付属品となっております。はい、つけてみるとこんな感じになっております。なんかね、おしゃれの一つというよりはね、さりげなくつける感じでね、まあ目立たないんだったら全然いいかなという感じでございます。でね、これがね、ほんとすごかったんです。2週間ぐらいね、ずっと使ってるんですけど、本当に疲れにくいです。本当にね、長時間つけててもね、つけてなかったようなね、疲労のなさでして、
テレワークとかでね、つけてたりとか、あとはね、普通の生活の中でね、ずっとね、つけてるんですけど、全然痛くないし、疲れないです。リンクバッツとかはね、耳にはめたりとか、あとオープンランブロー、これもね、メガネみたいにね、ぐっとね、締め付けられる感じがあるのでね、だんだん疲れてしまうんですけれども、それもね、全くないです。装着感に関してはね、若い方から高齢の方まで、どの方がね、使ってもね、満足度の高いね、イヤホンとなっていると思います。さらにこれもびっくりしました。なんと、走ってたりね、運動してる時も全然大丈夫です。僕思ったんです。イヤーカフ型でね、とってもね、つけやすい分、こうね、動かせはするので、走ってる時に引っ張られてね、しまって、なかなかね、痛いんじゃないかとか、違和感がね、あるんじゃないかと思いました。なので僕はね、今までリンクバッツをね、使ってね、リンクバッツの方が個人的にね、はめやすかったので、使ってたんですけど、運動する時も完全にね、ボッコーさんに切り替えました。さあ続いて IPX が7ということでね、防水性能バッチリなんでしょうか。ちょっとね、一緒に洗ってみてみましょう。はい、洗ってきたんでちょっとね、つけて音楽を確かめてみましょう。全然大丈夫ですね。これ洗ってね、使えちゃうんじゃないですかね。全然音楽聴くことができます。ここまでね、装着感に関していいところいっぱい言ってきたんですが、ちょっと気になるところもあって、それがね、ボタンがめっちゃ押しにくいですね。感圧式ということで、2つのね、指を使って外側から内側に向かってね、グッグッグッとね、押して操作するんですが、これがね、耳が痛くなるし、そもそもね、あんまり効かないので、ボタン操作をね、してイヤホンを使うという方はですね、あんまりおすすめできないかも。続いて、ここがね、一番大事かもしれません。音質ですね。今回ね、音楽を聴いてね、音質を確かめてみたところ、めっちゃ普通でした。むしろね、少しボワボワね、した感じもあってね、臨場感もありませんでした。最初つけてる位置が悪いのかなと思って、耳のね、このつけてる位置をね、いろいろ変えてね、音を確かめてみたんですが、それもね、あんまり変わりませんでした。コーデックに AAC がないのもね、ちょっと残念なところで、まあ、あってもなくてもね、そんなに変わりはしないんですが、一応ね、iPhone がね、最大 AAC をね、サポートしてるというところで、iPhone ユーザーね、日本の方ね、めちゃめちゃ多いですからね、ここら辺サポートしてほしかったなと思います。あと、音漏れに関しても、他のながら聞きイヤホンと比べて結構多めかと思いました。電車に乗っている時に、隣のね、方がね、すぐ聞こえちゃうと思います。リンクバッツとかオープンランプロはね、隣にいてもね、聞こえにくいっていうのがね、あるので、まあ、ここら辺と比べると音漏れ多めかなと思いました。なのでね、これをね、鑑みると、ながら聞きイヤホンのね、中でね、音をね、より楽しみたい、なるべくね、それでも音を楽しみたいんだっていう方はですね、リンクバッツとかオープンランプロを使ってみるといいかと思います。音に関してはね、今いろいろ言ってきましたが、めっちゃね、悪いっていうわけではなくて、あくまで普通なので、装着感に関してはね、ピカイチですから、ここら辺と組み合わせて、音楽は BGM 程度で聴ければいいからね、とにかくね、長時間使いたいんだ、快適に使いたいんだっていう方に、おすすめのイヤホンかと思います。さあ、次に通話のマイク品質確認していきましょう。これに関しては詳しくはまた別の動画でやろうと思います。まずは簡単に聞いてみてください。マイクテスト、マイクテスト。今ですね、ピース SS1 のマイクの品質を確認しております。どうでしょうか？ちゃんと聞こえているでしょうか？ズームから撮っております。マイクテスト、マイクテスト。マイクテスト、マイクテスト。今ですね、ボッコーさんのピース SS1 でね、マイクの品質を確認しております。ズームで撮っております。どうでしょうか？マイクテスト、マイクテスト。それではまとめに行っていきましょう。はい、ということで今回はボッコーさんのピース SS1 をね、レビューしていきました。皆さんいかがだったでしょうか？音に関してはね、普通だったんですけれども、まあ装着感に関してはね、とっても良かったので、とにかくね、音楽は BGM でいいからね、長時間つけてね、疲れにくいものがね、欲しいんだっていう方にとっては、おすすめなね、イヤホンでございました。詳しい製品情報に関しては、下の概要欄に貼っておきます。
今ね撮影している時期が9月の前半なんですけれども、結構ね売り切れちゃってるみたいなんで、早めにチェックしてみてください。ということで、今回もカオルの動画をご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひねチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録者1000人をね目指して日々コツコツ頑張っております。皆さん応援お願いいたします。それではまた次のカオルの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。